古きを訪ねて新しきを知るエルイズビープレゼンツ現場 DX 研究所。こんばんは、番組パーソナリティエルイズビー代表の横井大輔です。番組アシスタントフリーアナウンサーの松井さゆりです。エルイズビープレゼンツ現場 DX 研究所、この番組は温故知新をコンセプトに今と昔ながらの知恵を紐解き、ビジネスとしての学びや気づきを DX という視点から探索する対談番組です。もう年代とか地域でいろいろ差はあると思うんですけれど、はあ、横井さんが印象に残っている CM ありますか？僕テレビっ子でしたからね、はいはい、いやもうやたら CM のモノマネの歌を歌ったり、子供の時ですよ、はい、よくしてましたよ。まあ、僕は関東地方で生まれ育ったんで、はいはい、あ、育ったので吉野家の、ね、牛丼の CM とか知ってます？吉野家の牛丼、やったねパパ、明日はホームランだっていうの知らないでしょ？知らないです。え、牛丼一筋80年っていう歌があって、はい、お父さんがなんか牛丼を買って帰るんですよ。それを男の子がバット振りながら家の中で、やったねパパ明日はホームランだっていう CM を今ね、はい、YouTube とかであるんですよ。でこの間たまたま見て、はい、あ懐かしい、子供の時見てたこれっていう。知らないですよね。いやライオネスコーヒーキャンディーとか知りませんよね？何ですか？あれリスナーの皆さん多分わかると思う。あ、本当ですか？なんかリスがねあのコーヒーの飴食べてるやつとか、子供の時の CM ですよ。関東ローカルだと思います。あ、そうなんですね、はい、松井さんは CM 印象に残ってる CM、 あ、飴で言うとあのなんだっけ名前、 おじいさんが小さい子供に飴をあげるベルターズオリジナルでしたっけ？ベルターズオリジナル、ベルターズオリジナル、日本の飴ですか？いや海外ですかね。おじいさん日本人？いやいや出てる登場人物は外国の。外国人、はい、あ、いや全然、なんだろう。あと関西で言ったら551の豚まんがあるとき、CM? ないときみたいな。あ、それ知らないですね。知ってます。花店自動車をしてます。あ、はいはいはい、はい、関西ですね。で花店中古車センター、そうあと竹本のピアノとか。あ、はいはいはい、あれ関東でもやってます。え、あ、そうなんですか？やってました。もっともっと竹もっとですよ、はい。これ大丈夫ですか番組？なんかいろんな企業さんの1970年代80年代ってでもリスナーの皆さんね、もしかしたら分かる分かるみたいな、はい、あるかもしれませんが、はい、この番組では毎回 DX や今の時代に求められる視点でゲストの方を迎えしまして、ビジネスの現場最前線覗いてまいります。はい、今夜は先週に続きウィングアークファースト株式会社データエンパワーメント事業部小林大吾さんを迎えいたします。最後までお付き合いください。はい、現場 DX 研究所今夜もスタートです。LEASB プレゼンツ現場 DX 研究所、この番組はIT で人生を演出するエルイズビーの提供でお送りします。現場の DX はダイレクト、 DX の基本は使う人に寄り添うこと、現場の全員がきちんと使いこなせることが大事です。ダイレクトは若者からベテランまで誰もが簡単に使えることで高い支持を得ています。立って働く人のビジネスチャット、ダイレクト現場チャットダイレクトで検索、まずは無料版から。 LEASB プレゼンツ現場 DX 研究所、早速今夜のゲストをご紹介しましょう。先週に引き続きましてウィングアークファースト株式会社データエンパワーメント事業部の小林大吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ウィングアークファーストの小林です。先週に続いてお話伺っていきます。前回は3つも質問いたしました。今力を入れている取り組み、そして2つ目が DX を推進するための一番のポイント、今後のビジネスのビジョンという質問でした。先週は質問1つ目の今力を入れている取り組みについてお答えいただいたので、今週は2つ目 DX を推進するための一番のポイントから伺ってまいります。はい、こちらのお答えが、はい、
巻き込み力というお話でしたけれども、はい、まずそのウィングアークファーストさんはこう DX に関する取り組みっていつ頃から始められたんでしょうか。そうですね、 DX って言葉っていつ頃出たんでしょうね。なんかうちからするとですね、うん、IoT ブームが終わった頃なんか DX ブームが来たぞみたいな感じなので、まあやっぱりここ3、4年ぐらいからかなっていう感じがしますね。そうですね、この番組が始まった頃はまだ DX ってデラックスみたいな人もまだいらっしゃったので、そうですね、2020年後半ぐらいからですね。そうですね、はい、同じぐらいですかね。このぐらいから始められた、はい、そうですね、はい、別に実は特別何かを DX に向けてやってたというよりは、あ、なんかうちらのやってる事業って DX そのものじゃんみたいな、そういう感覚ですね、はい。とのウィングアークファーストさんでは守り攻め、こちらの2ステップで DX を実践することを提唱しているということなんですけれども、はい、これはどういうことでしょうか。はい、そうですね、これ、はい、今2つってなんですけど、実は細かく言うと5段階に分けています。DX って主に、まあそうですね、デジタルの D の世界と、うん、トランスフォーメーションの X の世界の2つが合わさって DX っていう名前になってますが、はい、まあ、なので結構スタート地点はデジタル化でいくんですけど、最後トランスフォーメーションってこう変革とか改革なので結構大きい話ですよね、うんうん、はい、なのでこれを一気にやりましょうって言ってもことがでかすぎるので分解してます、はい、でその山登りみたいなことをイメージしてほしいんですが、最初スタート地点はまだ何にもこうツールとかもないし、方法も人それぞれバラバラの中で、どうこうデータとかを活用していくかみたいなことをバラバラにやってますみたいなのが麓にあったとしたら、うん、だんだんそれがじゃあうちの部署ではこういう指標を見ていこうよ、こういうツールを使おうよって部門単位での取り組みになってて、そこでこう効率化とかもしてって、うん、でそれが、うん、あ、これ部門の取り組みとしてはうまくいったねの次にはこの前者になります。例えば、やっぱり一つの企業であれば他の部門と関わってなんかのお仕事をしているわけですよね、はい、まあ、例えばそうですね、建設業であればもちろん設計をされる方もいれば施工をされる方もいらっしゃいますし、うん、まあ納めたのメンテナンスをされている方もいらっしゃるでしょうし、はい、まあ、調達される方もいらっしゃるでしょうしと、で全体最適化に近づいていくことやっぱり自分の部門だけ良ければいいやから全体のプロセス良くしましょうっていうレベルになってきますと、うんうんうん、これ今3段階目です、はい、でじゃあそこまで、できたらそれを事業の差別化要素として使いましょう。この辺からが攻めの世界になってきますけど、うん、まあ、自分たちのこう事業とかの差別化ができてますよっていうのを私たちはレベル4って言っていきますと、でさらにその上のレベル5っていうところになるとデータとかを活用して新しい事業を起こしちゃいましょうよっていうところを、5段階にしてまして、主に攻めっていうのはレベル4とか5の世界で、はい、その守りっていうところはどちらかというと業務効率化に相当するレベル1から3あたりを指してます。なるほど、まあ、確かにこう変革とか改革でトランスフォーメーションっていうのはまるっきり変わることを言いますからね、変わるだったらチェンジでいいわけで、はい、トランスフォーメーションってトランスフォーマーって映画がありましたけど、うん、車からロボットになっちゃうぐらい、ね、もう劇的に変わっていかないと DX とは言いませんからね、うん、なるほど。あとドクターサムという BI ツールもあるそうですけれども、はい、モーションボードとはどこが違うんでしょうか。はい、モーションボードというのはもうデータはある前提でそれを可視化、分析しましょうみたいなところのツールなんですが、はい、ドクターサムという製品は、まあ、イメージで言うとデータベースに近いところですね。データを集めてきて、加工して集計して、そのモーションボードの手前でこうお膳立てをする、はいはいはい、データをこうお膳立てするお仕事をしている製品って感じですかね。データベースなんですね。はい、例えばそのデータベースをまだちゃんと使ってらっしゃらない企業さんが、はい、モーションボード上にいろんな情報を出したいときにはドクターサムに、はい、データを入れていくと。そうですね、なるほど、なるほど、はい、そうですね、やはり企業さんでもですねデータベースが一個もない会社って多分なくて、はいはい、基幹システムの横地にはデータベースありますし、まあ、クラウドサービスの SaaS の中にもあったりはしますと、はい、それがバラバラになっていると活用しにくいので、うん、それをこう集めてきて高速にこう好きな形にして集計しようっていうのがドクターサムのお仕事です。うん、BI ツールに関しては競合っていうのはどうなんですか、多いですか。残念ながらめちゃくちゃ多くてですね大変なんですよ、じゃあそんな中でこう意識されてる部分とかってどんなところがありますか。そうですね、この競合の中にはもう、どうやったって資金力的に勝てないでしょうっていうプラットフォーマーもいるので、そこと同じことやっても厳しいので、まあ、ニッチャーに近い戦略になってます、はい、でその中で私たちが力を入れてるのはやはり現場のデータというところになります。というのはそこって今までの BI ツールから
からするとめんどくさいので扱ってなかった非構造化データが多い世界なので、まあ、ここは非常に商機があるなと思いますし、まあ、製造業とか建設業で、たまたま採用が進んだのでそこら辺の機能がもともと豊富だったっていうこともあってここを生かそうというのが、まあ、大きく差別化製品での差別化になりますし、はい、もう一つはやはりツールだけあっても、まあ、さっき山登るって話しましたが、うん、山登れないですよね。コンパスがあったら山登れますか違いますよね。やっぱり、うん、どういう道で行くのかってノウハウもあればあとそもそも体鍛えなきゃいけないですよね、うん、といった時にその山登りを伴走するところに、力を入れていくっていうそのお客様がデータ活用をツール使ってやるんだけどどうやったらビジネス成果につながるのかっていうところも伴走するっていうのが、まあ、これが2つが主にこう強みというか意識してこう強くしているところになってます。うん、ありがとうございます。ちょっと話はずれますけれども京都にウィングパークファースト、アークではなくてパークという世界初の施設があるそうですけども、これ どういう施設ですか？よくご存知ですね。実はオリンピックに、ウィングアークの社員が出たんですよ。ウィングアーク所属の BMX ライダーがいるんですよ。中村リム選手っていう、はい、それは御社の社員の方なんですか？はい、すごい。彼の、まあ、一言で言うと練習場がウィングパークになります。はい、でなんですけどせっかくデータ活用の会社なんだから、うん、その練習のデータをうまく活用して、成果に結びつけようっていう取り組みを、してます。はい、まあ、そのために彼の動いてる姿をこうカメラで撮ったりですとか、まあ、彼の、周りにつけたセンサーのデータとかをこうモーションボードで可視化をするなんてこともやってたりしますね。はい、これは誰でも使える施設なんですか？いえ彼専用です。すごいな。はい、中村輪夢選手パリオリンピックで5位だったと。そうなんですよ。男子 BMX フリースタイル5位。そうなんです。はい、すごいですね。しかもウィングパークが世界初の取り組みみたいに言いましたけど、はい、オリンピックで中村輪夢選手って世界初まだ誰もやってない技を2個ぐらい仕込んだって。すごい。これどうやって採点するんだろうなって僕は思いましたけど誰もやってないから、はい、世界初の技に挑戦したです、ね。へー、じゃあそれはモーションボードのおかげですね。そういうことにしておきましょうすごい、すごい、ね。現場の DX でしたりデジタル化を推進していく中で小林さん感じる壁ですとか課題ってどんなことですか？はい、これまあ、どっちを向くか現場を向くかそのトランスフォーメーションに向くかによってちょっと違うんですけども、はい、まず現場っていうところに行くとアナログな現場ってデジタルを使うことへの抵抗感みたいなものがやっぱり結構あるんですよね。今まで紙でやってて回ってたじゃんみたいなですね、まあ、ね、人たちに俺そんなデジタルはっていう人がいるので、まあ、ここの人たちにどう活用推進していくかっていうのが一つこう大きな課題、よくある課題かなと思います。でもう一つはトランスフォーメーションって、これちょっとでかい話になるんですが、これって自分一人でできることじゃないんですね。まあ、なので先ほど巻き込み力みたいな、回答させていただいたのは、いかに周りの部署とか、まあ、それこそ経営者も含めて巻き込んでいくかっていうところが、まあ、今までやってこなかったところなので壁になりがち。まあ、特にボトムアップが多い日本企業の中ではボトムアップでいくとどうしてもその周りを巻き込んで会社を変えていくっていうところっていうのは限界がありますので、なのでいかにこうトップとか、他の部署を巻き込むかっていうことが重要なのかなと思ってます。ありがとうございます。ではこの後これからのビジョンについて伺っていきます。エリーズビープレゼンツ現場 DX 研究所。引き続きウィングアークファースト株式会社データエンパワーメント事業部の小林さんにお話をお伺いいたします。3つ目の質問ですけれども、今後のビジネスのビジョンはという質問に対するご回答が、誰もがデータ活用できる環境をということでしたけれども、こちら詳しく教えてください。そうですね、やっぱりまだデータ活用ってちょっと遠い感じがしません？もちろんデータアナリストの人は日々業務やってると思うんですけど、じゃあ現場でお仕事してる方がデータ活用って言われても、まあどうですかね、1ヶ月に1回ぐらいなんかレポート書かなきゃいけない時ぐらいですかねっていう感じなんですよね。じゃあそれを、いやもうあなたもデータ分析をして業務に生かしなさいって言われても困っちゃうと思うんですよ。まあ、現状はまだギャップが大きいかなと思ってるんですね。ただ
テクノロジー面でいうと一つのブレイクスルーはやはり生成 AI かなと思ってまして、はい、まあ、対話を通しながら自分の知りたいことを質問する、でその対象が、自社のデータになっていると一般の方でも割とデータ活用というのは進むかなと思ってます。でただやっぱデータ活用っていうのを習慣に考えてない方には気づいたらデータ活用できちゃったっていう風にしときたいんですよね。まあ、先ほどの業務効率化をしてるだけなので普通に業務をしてるだけなんですけど、気がついたらデータが集まって気がついたらそれがうまく組織の生産性を上げてるっていう形に持っていけるようにするところ、まあ、この辺もプラスアルファで必要かなという風に思ってます。はい、そんな世界作りたいですね。そういう意味では当社のダイレクトはですね、ただ会話してるだけなんですがデータとして残ってるんですよね。今まで口頭で業務指示してたと思うんですけども、これってデータになってないのが、はい、ダイレクトの中で指示をしたりその指示が終わりましたっていうような報告というか会話をしているだけが、本人はただ会話しているだけなんですけども実態としてはデータになってるっていうふうになってますね。そうですよね。でそれはいわゆるフローのデータって呼ばれているもので流れていっちゃうっていうのが今までだったと思うんですけど、はい、まあ、このデータってシステムから取り出せるんですね、うん、なのでストックしておける、まあ、ストックのデータに変えられると思ってまして、はい、ただ、まあ、雑多な会話がされるわけですよ、はい、今日昼飯どこに行くから、うん、おなんかこう今風吹いてきたから危ねえよとかいう会話から、うん、熱中症の話も出るかもしれないです、はい、この雑多な会話の中から重要な情報を抜き出してでそれを必要な人に伝える、でこれデータ活用だと思うんですけど、うん、まあ、ここのブレイクスルーは1個生成 AI はいいテクノロジーかなと思います ね、 そうですね、はいはい、そういう取り組みを進めようというのはいろんなところでやってると思います、はいはい、あと小林さん個人としての話も伺いたいのですが、はい、理想の働き方ってどういうふうに考えてますか。そうですね、はい、今までとこれからちょっとライフスタイル変わるかなと思ってますのは、うん、私ちょっと群馬県っていうですね南東北というか北関東に住んでますね。南東北北関東は、はい、に住んでまして、はい、で私いつか群馬帰りたいなと思ってますので、はい、まあ、やっぱり両親も高齢になってきましたので、うん、まあまあ、今のところ元気でやってるんですけども、まあ、もしかしたら介護が必要になるかもしれないですし、あとですね私ギター弾くんですけども、実は私のうちの実家の地下ってジョージ・ルーカスのホームスタジオを設計した人が設計したスタジオがですね地下にありまして、ご自宅の、そうなんです、実家の、すげえ、はい、何屋さんですか。普通の一般人なんですけど、そのまま群馬で一生骨を埋めるつもりでいたんですけど、はい、まあ、気づいたら群馬県から出ちゃったんですけど、はい、実は群馬でずっとレンタルスタジオ借りるぐらいだったら実家の地下に作っちゃおうって建て替えの時にですね言ったら話が通りまして、すごい、でもすごいんですよ、10万円で設計してくれたんですよ、もう引退しててですねその方、はい、その代わりデータ取らせてくれって言われましたけどね、はい、あどうぞどうぞそれで10万円やっていただけるんだなってことで、はい、あじゃあその地下室で、はい、演奏したいと、したい、で群馬から仕事したい、でも群馬に、はい、まあ、もちろん立派な会社もいっぱいありますけども、自分のやりたい仕事が必ずしもあるとは限らないじゃないですか、うん、はい、まあ、今のウィンガークで勤めたいってなった時に、今だったら出社しろっていう話多かったですけど、まあ、リモートワークが特に IT はおかげさまでやりやすい業界なのでできるようになってきて、はいはい、やっぱこう群馬県から実家からスタジオもありつつ、仕事もできるみたいな、働き方って理想だなと、両親の近くでも仕事ができる、まあ、この辺が今後やっていけるといいかなと思ってますね、はい、お仕事で大事にされている価値観、はい、もっと教えてください、はい、これもっと標語みたいなところで言いますと、はい、社交的なオタクになろうと思ってました、はい、すごい、で私ですね、もともとエンジニアでした、はい、あれなんですよ、ファミコン買ってもらえなくてですね、これ言ってばゲームができるぞってベーシックのプログラムリストを渡されたのが多分5歳とかだったと思うんですけど、意味も分からずですね、MSX の世界、ああですね、シャープの MZ2000 っていう、はいはいはい、カセットテープにプログラムできますよね、はいはいはい、あそこに意味も分からず打ったのが始まりで、でも興味を持ったんでしょうね、はい、まあ、気づいたらエンジニア畑でずっと行ってたんですけど、はい、まあ、気づいたらビジネスサイドにも今おりまして、はい、でこれすごく思ったのは特にリーマンショックがあった時ってですね、部下でいた方々も結構フィリピンの派遣社員の方多くて、で派遣切りみたいなのもあったわけですよ、やっぱりビジネス的にうまくいかないと技術的にやりたいこともその事業の中でできないよねと思っていて、はい、なのでこう技術だけがあっ
るのでも、まあ、それはそれで素晴らしいんですけど、まあ、それをこう世の中に価値として伝えていけるところって必要だなと思ったので、うんうん、こう自分はやっぱりビジネスも技術も両方やりたいので社交的なんだけどオタクの部分は残したいなみたいな、まあ、そういう意味があって社交的なオタクっていうのがモットーになってます、うん、はい、面白いです ね、 じゃあウィングワークファーストさん、はい、で求めている人材、はいはい、いかがですか。そうですね、これはぜひ人事の方に聞いていただければと思うんですけど一応ですね、あのウィングワークの中でエンプロイープリンシプルっていう行動原理みたいなものが、3つ規定されてますと、はい、今暗記して言えるのかどうかわからないですけどね、うん、言ってみますと課題に向き合ってスピード感を持って解決しようですとか、はい、あと挑戦想像することを楽しみましょうですとか、うん、また人を尊重してこうチームワークと同じ目標に向かっていきましょうみたいな、まあ、こういう3つの行動原理みたいなものがあって、まあ、こういうのって、まあ、私は、まあ大企業にいた時とかはすごい感じたんですが、まあ、書いてあるだけでそんなに社員みんなやってないよねっていうところが多いんですけど、うん、ウィングワークは意外とやってるなと思ってます。で特になんていうんですかね、こうスパスパッと仕事が切れてない、まあ、良くも悪くも切れてなくてみんながこう守備範囲を広げながらこれは価値があるよねって思ったところに対してみんなでこう自分の守備範囲を広げて協力しながらやっていくっていうのはなんかできてるかもって思うことは多いので、はい、まあ、結果的にそういう人間が求められているのかなとは思いますね。うーん、はい、あとリファラル採用、いわゆるこう紹介ですね、でも人材確保を行っているそうですけれども、そもそも御社のリファラル採用について教えていただいてもいいですか。はい、そうですね、まあ、先ほど横井さんがおっしゃられた通り、まあ、ご紹介っていうのが一番わかりやすいかなと思います、はい、ウィングワークの中で働いている社員が、この人はウィングワークに合うんじゃないかっていう人を、ウィングワークに紹介してで、まあ、採用まで結びつけましょうという活動です、うん、はい、まあ、実際私もですねリファラルなんですね、うん、はいはい、でそうすると雇う側もこの人はこういう人だって分かってますし、はい、雇われる側もあこの会社こういう人がいるんだって分かりますよね、うん、でなかなかこう腹の探り合いみたいなのを面接でやっても、まあ、お互い綺麗に見せようとするじゃないですか、うん、まあ、でもちょっとリファーラルの人と飲みていやぶっちゃけこうなんですけどねっていう会話の方が、まあ、結果的に入った後のギャップがちっちゃくなるので、まあ、そこは違和感なく働き続けられるのでいい制度かなとは思います。う、はい、そのリファーラル採用にも私も考え方があって、はい、社員の皆さんが自分の会社を紹介したくなるような会社じゃないとリファーラル採用につながらないじゃないですか。勤めてる人たちがその会社を好きじゃないと、うん、なかなか紹介しませんよね。おっしゃる通りですね。ただなかなかリファラルを増やすにはその今いる会社がいい会社じゃないとなかなかリファラルと増えていかないので、うん、これが円滑に回ってる仕組みがある会社ってやっぱ素晴らしい、うん、ウィングワークさんっていい会社なんだなというふうに思いましたね。そうですね。何割ぐらいリファラル採用の方いらっしゃるんですか。ごめんなさい、人事に聞かないとですね、うかつなことをデータ活用の会社なので言えないかもしれないですけど、確かにね、やっぱ中途はごめんなさい感覚論になっちゃいますけど、はいはい、中途はリファラル多いなと思いますね。というよりですね、リファラルじゃないと雇えないポジションがいくつかあります。例えば私製造業で働いていて製造業のデータ活用を推進する部門に来てますけど、はい、製造業の人がウィングワークを知るチャンスってあまりないですし、ここを受けようって思う人ってかなり奇特な人だと思うんですよね。なんですけど、そのウィングワークでそういう仕事をしてる人がこいつを雇ったらいけんじゃねえかみたいな人っていうのを見つけて雇わないと逆に雇いづらいみたいな、そういうポジションは間違いなくありますね。確かに IT の会社って IT の人だけが欲しいわけじゃないじゃないですか、はい、いろんな業種の人たちがいるから、はい、いろんなソリューション作れるんですけど、やっぱ IT ってくくっちゃうとやっぱ IT を渡り歩いてる人が集まりがちですもんね。そうなんですよね。わかりました。就職を控えた若い方々もこの番組聞いてらっしゃると思いますので、そういった方々に何か小林さんなりのアドバイスをお願いします。そうですね、僕は偉そうにアドバイスできるような立場ではないんですけども、まあ、何しろ最初の会社に勤めた時の、志望動機は何ですかって、まあ、いろいろ真面目なこと言った後にいや実家からチャリンコで15分なんですよねって言ったのを思い出しましたが、まあ、そんな自分がそれは採用されたんですよね。そうなんです、採用されたんです。素晴らしい。ちなみにちゃんと策略もあってですね、私バイト、はい、
トを大学生時代ずっとやっていたので、はい、まあ、キヤノンのグループ会社でプリンタードライバーとか作ってたのですね、他の学生は研究室で何やったって話をしてる横っちょで、私ここのこのプリンターのこのドライバー作りましたっていう、もう実績があるからですね。そうなんですよ。ここは差別化ポイントになるだろうと墓をくくってたのかもしれないですね。まあそれはさておき、はい、そんな感じなので、あんまりこのですね就職に対して、あまり高尚な考えは持ってないんですが、まあ、なんで仕事するんですかっていうことはやっぱり一回考えた方がいいんじゃないかなと思ってまして、まあ、これ人それぞれ違うと思います。ちなみに私はですね、壮大な暇つぶしだと思ってます。人生むちゃくちゃ長いのでですね、あなたお金あげるので明日から仕事しなくていいですよと言われても、多分私は仕事するでしょうね。でどうせ暇つぶしするんだったら楽しい方がいいじゃないですか。でこのサラリーマンってめちゃくちゃいいなと思うんですけど、何でしょう、会社のお金を使ってチャレンジできるんですよ。しかも個人じゃなくてみんなのパワーも借りつつできるので、こんなこと良くないですか。たとえ失敗しても、まあ、ちょっと給料減るかもしれないですし、ボーナス減るかもしれないですけど、命取られることないですし、自分の資産は守られてますよねと。これすごいチャレンジするにおいては非常にやりやすいと思うんですよ。そうですね。いや特にね、まだ新卒の方って、独身の方とかであればまだまだこう守りに入る必要はないと思いますんで、そのチャレンジするってことが会社って実は結構やりやすいと思ってます、はい、個人でやるよりもですね、なのでぜひそれができそうな会社を、探してもらえると、この壮大な暇つぶしが楽しくできるんじゃないかなと僕は思ってまして、まあこれ人によって価値観違うと思うんですけどね、はい、なので自分のやりたいことは何なんでしょう、どういうことに価値感じてるんでしょうっていうことから掘り下げて、それができそうな会社を探すっていうのがいいかなと。今はですねもう売り手市場なので、僕みたいな就職氷河期よりはかなりこう選びたい放題にはなってるんじゃないかなということを前提に、まあ、逆に自分がどうしたいかっていうことを考えてもらうのがいいかなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで今夜はウィングアークファースト株式会社データエンパワーメント事業部小林大吾さんにお話を伺いました。小林さん、ありがとうございました。ありがとうございました。現場の DX はダイレクト。 DX の基本は使う人に寄り添うこと、現場の全員がきちんと使いこなせることが大事です。ダイレクトは若者からベテランまで誰もが簡単に使えることで高い支持を得ています。立って働く人のビジネスチャット、ダイレクト、現場チャットダイレクトで検索。まずは無料版から。現場 DX 研究所エンディングです、はい、横井さんいかがでしたか。はい、今週もためになりましたね。まあ、人生は壮大な暇つぶしっていう言葉がすごい印象に残りました、はい、そうですね、まあ、どうせ働くなら楽しくやりたいっていうのはそうおっしゃる通りですよね。うん、はい、私も社交的なオタクっていうことがいいなって思います。いや本当ですね。でも松井さんこんな感じじゃないですか、社交性のあるオタク。いやいや、私は本当人見知りな人見知りなオタク、引きこもりなオタクです、はいはい、次回です。次回は日経アーキテクチャー編集長の木村俊さんお迎えいたします。はい、番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。番組への感想はもちろん、ビジネスに対する質問、そして横井さんと私松井へ聞きたいことを寄せください。メールアドレスは dx@joqr.net dx@joqr.net です。はい、ということで現場 DX 研究所、ここまでのお相手は横井大輔とフリーアナウンサーの松井さゆりでした。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。 LSB プレゼンツ現場 DX 研究所、この番組は IT で人生を演出する LSB の提供でお送りしました。